おはようございます。本日の昼飯はさっぱりマグロ醤油、マグロの、生姜醤油丼、ね、こんな感じで行ってみたいと思います。お疲れ様です。いただきます。さっぱりしてうまいのよ。最高です。ごまアビーリー少々ですね。昼飯はこいつです。行数で見つけた、特用30個入り、冷凍餃子、これ焼いて、ね、食っていきたいと思います。30個も入ってもすげえな。うん、しっかりと火弱めるか、まあ、何か。なんか小ぶりでいい感じですよね。ズームいいですね。餃子がね、3分の1、隠れるぐらい入れるとちょうどいいです。あとは蓋をしてできるのを待つだけと。テーブルの方ですね、座業ですね、お酢がかかってる、ラー油もかかってる、あとは醤油をちょっこりなとね、こんな感じで行ってみたいと思います。いや、飯がなかったよ。飯がシーメイーストンが寂しいね。いただきます。うめえのかな、この餃子。焼き色いいね、なんかね。ということで、パンですね。パンに、どうしようか。こんな感じでいいのかな。これで、餃子サンディ的な。餃子サンディです。今日タレつけますか。です。なかなかうまい。やっぱバター塗った方がうめえかもしれないな。酸っぱ。いただきまーす。すげえタレついちゃった。いただきまーす。なかなかうまい。ということで、またね。おはようございます。本日はですね、昼なんですが、どうもね、食欲がなくてね。食欲がねえってどういうことだみたいね。いや、食欲はあるんだけど、なんか食いてもが見つかんないんですよね。ということで、チーズ飯。これですよ。ごま塩。市販のチャーシューね。まあ、俗に言うハムチャーシューって言われたやつですね。まあ、これでも乗っけて。チーズチャーシュー飯。あとはレンチンするだけでございます。完成です。ただいまテーブルの方に、チーズチャーシューディーンですね、持ってまいりました。醤油をちょっこりますけどかけて。いただきましょう。いただきまーす。どう？いい感じで、まずはこの辺のチーズ飯ね。チーズごま塩飯。伸びるね。いただきます。まろ。いや、このごま塩のごまのプチプチ感とこの塩のジャリジャリ感。で、まろいチーズと飯。からのチャーシューをいきます。お疲れ様でした。本日はですね、マグロ、韓国海苔、ヤッコ、こんな感じで行ってみたいと思います。お疲れ様でした。
皆様、お疲れ様でございます。本日の献立は、うちの親が家庭菜園で作ったレタスですね。それからマグロ煮たやつ、筋っぽいとこ、カニカマ、マグロ、こんな感じで行ってみたいと思います。お疲れ様でした。乾杯。お疲れ様でした。本日もありがとうございます。本日はですね、ハッシュドポテト、イワシ、大葉、梅、ハサミ揚げ的な、巻き揚げ的な、まあ要するに、まあよくあるあれですね、なんか冷凍なんですけどね。ポテサラのかけら、なめろをカンパチです。ナス揚げ、揚げナスね、醤油ぶっかりで食います。ぬか漬けと、なぜかわかめ、はい、ということで皆さん本日もお疲れ様でございます。いただきます。乾杯。はい、おはようございます。本日の昼飯はメジマグロのたたきですね。カツオでよくたたきやるんだけど、軽くちょっとで塩を振っていただいてね、こんぐらいでいいかな。はい、そしたらあとはね、皮目をバーナーで炙るだけでございます。はい、カツオのたたきのようにですね、まあ、全面やって氷水でね、キュッて締めてもいいんですが、結構ね、たたきっぱなし、締めないでこのまま食っちゃった方がね、香ばしくてうまいと私は思っております。はい、それではですね、切りますか。ちょっと盤がでかいんでね、半分ぐらいでね、よろしいんではないでしょうか。ネジマグロってマグロのちっちゃいやつのことなんですよね。はい、それではやっていきますか。まな板汚れるんだよね。わさび醤油でもうまいんですが、生姜とかもね、非常に合うんでね、生姜とわさびダブルでいってみたいと思います。はい、完成です。それではいただきましょう。メキマグロのたたきです。この生姜醤油がさっぱりしてうまいのよ。いただきます。おいしい。またこのカツオとは違ったね、うまさっていうんですか、カツオはなんか血がやや臭みみたいなのあるんですけど、これマグロだからね、ほんと美味しいです。です。この皮目の焼いた香ばしさがね、最高です。おいしい。じゃね、皆様おはようございます。お元気ですか。ちょっとですね、上州の30円とか20円とか40円のがあるんです。2、3、4で全然値段違うってみたいなね、感じですね。はい、ぶち込みました。黄金だしで作っております。一回ね、黄金だしでラーメン作るとね、やめられなくなりますよ。もう全然味がね、群発に良くなります。はい、そのしいて玉ねぎぶっ込んできますか。これでいい。あ、バッツリーのつけと。はい、それではですね、麺が柔らかくなるのを待ちましょう。2分30秒が経ちました。粉スープですね、バッツリーノスケと、はい、入れて、これ麺と卵は一体化しちゃってんじゃねえのみたいな感じですが、いいんです、それで。良すぎるかもしれません。ホワイトペッピーですね、一振りぐらいしときましょうか。はい、完成です。卵リーミン。はい、ただいまテーブルの方に、卵リーミンですね、運んでまいりました。ちょっとこれだけじゃちょっと栄養不足なんじゃねえのってことで、とろけるチーズとか入れてみっか、これ。どうなるんですかね、感じです。
ちょっちょりのつけと、はい、入りました。もう一枚いっちゃうか。はい、ちょっちょりのつけと、卵隠れちゃったよということで、これだけだと栄養不足になるかもしれませんのでね、リーノイーストンでもね、バッツリーナと、バッツリーナと、のり玉ラーメンかいね、バッツリーナと、完成しました。はい、一味とやさこれ出すぎじゃねえのこれね、感じではないでしょうか。はい、まずね、おスーピーの方からね、おスーピーってなんだよみたいなね、おスーピーの方からいかさせていただきます。いただきます。あ、美味しい。うん、なんだろうね、この業スのこのラーメンってさ、ちょっと妙に美味しいんですよ、安い割に。で、何あのさ、普通ほら油って別に入ってるじゃん、なんかごまラー油とかなんか油とかさ、これ油入れてねえのに油が置いてるって、粉末に入ってんのかな、どういうことなんだろう。うん、いただきます。チーズじゃないよね。うん、あ、マジうめえや。はい、それではですね、うん、トロッキーリーチーズがね入ったところでいただきましょう。メーランですね。おーおーおーおお、いただきます。うんうん、あ、うん、おいしい。今卵の白身は釣れたな。うん、あ、こういうあれね、あ、潰れちゃったからあるね。はい、か、はい、それではチーズを絡めて、うん、いただきまーす。あー、熱そうだな、これな。うん、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 クリーミー。じゃね。お疲れ様でした。終わりました。本日のメニューはですね、なめろうのかけらでしょう。それからポテサラサンド、やっこ、マグロの煮たやつです。お通しですね。の余ったやつ。きゅうりのぬか漬け、なぜかネギ。これが鶏胸肉と鶏もも肉の唐揚げです。あと C 名こんだけ残りました。ということで皆様お疲れ様でございます。乾杯。おはようございます。本日の晩飯は新リーミンですね。少ないんじゃないかな。ちょっと寒流っぽくね、鍋ごと持ってきました。下に新聞紙引いてありますよ。いただきます。辛そうね。おこ、うん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 、お疲れ様でした。終わりました。本日はですね、昨日残ったサラキューチーズでしょ、ヤッコ、赤ウのカツ漬け焼き、それからカンパチのナメロを砂肝のかけらとナスのかけら、これがカンパチの腹もんとこですかね。うん、あれをちょっとね塩漬けにして焼いてみました。キャベツ線でしょ、メジマグロの何刺身をちょっと昼から塩漬けにして焼きました。塩漬け大好きみたいな。ポテサラですね。はい、お疲れ様でした皆さん。乾杯。おはようございます。本日の昼シーメが今ごま油入ったよ。飯やないんだよね。ということでリーミンだね、肉リーミン、これ言ってみましょう。肉もやしリーミンかね。はい、何でもいいですね、適当にぶち込んでください。もう一人でしょ、贅沢だねこれ。はい、そうしたらね、お肉の方ね、軽く炙ってたってください。肉やなかったら肉ぐらいですね、感じですね。これぐらい炙っときゃよろしいかな。はい、焼き芋ですね。焼き芋半分、ね、半袋だっていいやと。はい、まあ、適当にね、炙ってください。はい、いい感じですかね。はい、そしたらね、丼にね、下だけスープぶち込んでください。はい、400cc から 380cc ぐらいだと思うんだよね。あとは、このお肉ですね。お肉がね、完全に火が通るのを待ちましょう。待ち付けしようか。めんどくさいからね。この水に対してのね、1% の塩。今日はね、400cc、380cc ぐらいかな。
ちょうどね 3.8g の塩ですね入れてください。そして、こいつですね、今日ただの水使ったんでね、ちょっとね出汁が薄いんじゃないのっていうことでね、はい、まあ鶏ガラスープでもいいんじゃねえのみたいなね、ちょっと和風チックにねこのカツオの粉末だし、これ半分ね、ぶち込みました。そしたらこいつですね、次は、シャンティーンですね。はい、シャンティーンを小さじ2ぐらいぶち込みますか。ここでいいかな、もうちょいか。はい、これでね小さじ2ぐらい入りました。豚肉き早く煮えてくんねえかなってことですね。はい、もう煮えたくさいですね、火取りましたね。はい、そうしたらここで生玉ねぎね、バッツリなと。もうあとはね、麺入れんだけなんですが、醤油をちょこっとね、最後に垂らしますよ、香り付けの。いい感じですね、玉ねぎがね。はい、醤油パンとね、小さじ2くらいですね、ホワイトペッピー一振りと。はい、これでね、完成となります。早いっしょ、これ結構うまいからね、試してみてよ。卵いい感じになりやしたね。そしたらね、いつものように焼きそばミーンですね、これ速攻でできるんで早いっすよ。肉玉もやしリーミン的なね、これ結構美味しいんでね、やってみてくださいね。お肉はまだいらない、スーピーからいきますか。はい、いただきます。あ、最後に薬味ネギとかね、ラー油とか一味とかね、ぶっこ一味まだぶっこんねえか、ぶっこんだね、ぶっこみさせていただきました。いただきます。おいしいね、おいしい。いただきます。うん、いただきます。おいしい。お疲れ様です。終わりました。本日はですね、新玉ねぎオニオンスライスでしょ、カンパチの腹も焼きましたと。カンパチのすき身ですね。で、それから、これですね、チーズ、もう今日で最後ぐらいですかね。あと福屋さんのどっから明太子、プラスカルパス、やる気満々じゃねえか今日もこの野郎みたいな、ね、感じではないでしょうか。はい、それではまずは、ラギーからねいきたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でございます。良い夜を。お疲れ様です。本日はですね、唐揚げのかけらと玉ねぎ天ぷらのかけら、それから、新玉ねぎのオニオンスライス、ポン酢ぶっ込んで上にキャベツのかけら乗っけました。漬けマグロのかけらですね、やっこ、それからカンパチの味噌焼き、カンパチのなめろうポテサラサンディですね。ポテサラオープンサンディ的な、こんな感じで行ってみたいと思います。あ、皆さんお疲れ様です。乾杯、いただきます。おはようございます。本日の昼飯は北海道ビーフキャリーですね。これ行ってみたいと思います。リーノスケと、それでは温まるのを待ちましょう。完成ですね。それではいただきます。ちょっとね、スライスチーズ乗っけてみました。いただきます。紅生姜を添えさせていただきました。よし、
いやー、なんか最近のレトルトカレーってうまいの多くなったよね。です。おいしい。カレーはキャミだね。いただきます。最高。お疲れ様でした。終わりました。本日はですね、目玉焼きでしょ、それからオニオンスライス、新玉ねぎ、うちの親は玉ねぎ作ってます。葉っぱでしょ、うちの親が作ってます。マグロの角煮、それからポテサラのかけら、唐揚げのかけら、マグロの醤油漬け、こんな感じでね、行ってみたいと思います。いつもありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。乾杯。おはようございます。本日の昼締めは、これですね、業スーのハンバーグ、レンチン2分30秒の上に、ですね、チーズバーグ。よし、あとは、ラップをして、レンチンで2分40秒いっとこうかな。チーズ入るかな。はい、レンチンしてきまーす。できました。ちょっとレンチンやりすぎてしまいました。4分やって、仕事したらチーズカチカチ、ハンバーグこんなにちっちゃくなってしまいました。カチカチだな。まあとりあえず醤油チーズハンバーグ、あちゃあちゃすごいな、取れないな。よし、はい、いただきます。あーと、あ、なんか業スーハンバーグ醤油でもうめえなこれ。皆様お疲れ様でございました。本日のおかずは豪華一点主義的な感じですかね、これね。豚切り落としの生姜焼きです。あとカンパチの刺身の切れっぱち3切れぐらい、あと昨日の残った伊勢海老の味噌汁の、汁だけみたいな感じで行ってみたいと思います。本日もお疲れ様でございます。乾杯。おはようございます。本日の昼飯はこいつですね。飯チーズソーセージ、略してメッソージチーが入ってねえだろ。あとはレンチンするだけでございます。上におかかを乗せてまいりました。醤油をちょっこりーのすけ、お好みで一味唐辛子ばっかりーのすけ、はい、どうでしょう。いただきます。伸びてます、伸びてます、伸びすぎてるかもしれません。よし、美味しいな。たまらんね。それでは失礼いたします。お友達の本ちゃんからいただきました。吉牛冷凍レトロパックですね。あっぱいました。これ食って休み締めたいと思います。いただきます。お疲れ様でした。終わりました。本日のメニューはですね、なめろうのかけらでしょう。それからポテサラサンド、やっこ、マグロの煮たやつです。お通しですね。の余ったやつ。きゅうりのぬか漬け、なぜかネギ。これが鶏胸肉と、鶏もも肉の唐揚げです。あと、シーメンこんだけ残りました。ということで皆様お疲れ様でございます。乾杯。おはようございます。本日の昼飯は、おかずがないんでね、チャーヒン行ってみたいと思います。ピーマン&ゴテアラピーですね。ゴテアラポーです。はい、シーズンエンジェルですね。はい、ご飯の料理に対しての 1% のソルティ。なぜか、海鮮ウェイパー。はい、これ、交際時1ぐらいでね、準備するの。もう、あとはね、混ぜりになってるだけです。はい、紅しょうを入れちゃいます。完成ですね。それではいただきましょう。ソーセージとピーマンのチャーハンですね。です。おいしいね。じゃあまたね。
うまっ、お疲れ様でした。本日も終わりました。本日のメニューはですね、木綿豆腐の薬効でしょう。木綿のハンカチーフではありません。白身魚のフライですよ。それからわかめポン酢、これが地鶏のたたきのわさびあえみたいな、わさびのせみたいな、ルッペーチーズ、こんな感じでね、行ってみたいと思います。お疲れ様でした。乾杯。お疲れ様でした。終わりました。本日の晩飯は、もやしそうめんですね。そうめんともやしを一緒に茹でて、そうめんだれにぶち込みました。タラの芽の天ぷらのかけら、ぬか漬けのかけら、ポテサラのかけら、から揚げ、こんな感じで行ってみたいと思います。いつもありがとうございます。お疲れ様です。乾杯。本日もお疲れ様です。本日ですね、マグロの刺身柵で焼いちゃいましたんでね、あとマグロの刺身ですね、たまにはさっぱり生姜醤油で、これ結構うまいんですよね。あっこでしょ。それからわらびのおひたし、かき揚げ天ぷらと、タラの芽の天ぷら、こんな感じでやってみたいと思います。ちょっとまずはね、切り身マグロね、この音ですよ。はい、お疲れ様でした。泡だけみたいな感じですよ。いただきます。お疲れ様でした皆さん。本日はですね、マグロ刺しでしょ、バタートースト、これがわかめと新玉ねぎときゅうりの、ポン酢、ポテサラのかけら、マグロの、何あの筋っぽいとことか血合いとか、の竜田揚げ、これがタラの芽の天ぷらと細竹の天ぷらのかけら、そしてこいつがじゃーん、カツオの血合いの塩漬け、どんぐらい漬けたの、結構漬けました。塩分濃度 5% ぐらい、もうすごい塩辛いから、一味マヨネーズでうまいんだこれが。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。乾杯。今日もありがとうございます。おはようございます。本日の昼飯はパンシューティーですね。これ焼いて食いたいと思います。ザビートースティーですね。テーブルの方に運んでまいりました。それでは一度いただきましょう。よっしゃっと、いただきます。ちょっと焦げてるね。おいしい。たまにはパンもいいねこれね。それではまた。じゃあね。